今回は2022年7月8日、安倍元首相が銃撃により死亡した事件を犯人の視点を含むさまざまな視点で警護の甘さをご紹介いたします。この事件は安倍元首相が奈良県に応援演説を行っているときに銃撃された事件です。犯人は自作の銃を2発発砲し、2発目が安倍元首相に直撃。同日午後5時過ぎにお亡くなりになりました。自作の銃は、1発で6個の弾が発射される仕組みになっており、 安倍元首相以外に命中しなかったのが奇跡的な事例ですこの事件により sp を含めた警護体制が問題になっているので今回は犯人の視点含め動きを検証していきたいと思います問題はというと一発目の発砲から二発目までにおよそ3秒間の空白があったその時の護衛の動きが問題となっています犯人は赤色護衛は黒色白色が安倍元首相です オレンジ色の矢印が警戒している方向、視線の動きです。左上から1、右が2、左下が3、右下が4、というように護衛に番号を振ってどのような動きをしたのかを後で解説します。赤色の矢印が犯人が銃撃した方向です。最初犯人は安倍元首相の後方の歩道にいました。しかしそこから銃撃するために車道に移動して背後から発砲します。 1>, 1番の護衛は1発目が発射された後に犯人を確認。ガードレールを越えて犯人に向かおうとするが、2発目が発射されたタイミングでガードレールを飛び越えたので、2発目を阻止できなかった。2番の護衛は1発目から2秒後に後ろを向き、2発目に安倍元総理の前に飛び込んで、防弾バッグを出したが、阻止することはできなかった。3番の護衛は2発目の直前に犯人をやっと目視で確認。1番に続き、 ガードレールを飛び越え犯人に向かった、防弾バッグは持っていた。4番の護衛は1発目発射1秒後に後ろを向き、確認したが、動きが遅く、2発目発射までに間に合わなかった、防弾バッグなし。ただ、3発目もあるかもしれない中で、2番と4番は安倍元首相の前でブロック体制を取ったが、安倍元首相は倒れ込んでいた。結果 最も近くにいた4人の警護が2発目発射まで何もできなかった。4人の中で犯人に最も遠い3番と4番は安倍元首相を守りに近づく形が理想だが、反応が遅すぎた。1発目が終わり、2発目までに安倍首相を気にしてとっさの判断に優れていたのは2番。防弾バッグを顔ぐらいまで上げ、盾になろうと犯人と安倍元首相の間に入った。1番は犯人に向かうことを選んだ。 3番は反応が遅いが1番の後に続いた。4番は状況把握も2番の後に続いて防ごうとしたのも正直すべてが遅かった。実は犯人が最初にいた場所付近に5番目の警護人がいた。この5番目の警護人の位置が少しでも違ったらこの事件は全く違う結末になっていた可能性がある。5番目の警護がもし犯人のいた歩道側にもっと近い位置に配置されていたら安倍元首相の後方をある程度カバーできていたかもしれないし。 そそもそも不審者や危険人物、警戒対象を素早く見つける要因だとしても、安倍元首相により近い位置で警戒しなければ意味がない、なぜなら日本において、そして街頭演説において、あからさまな不審人物を見つけるのは難しいので、明らかな脅威と判断されることは殺害を必ず達成しようとしている犯人では珍しい、それに片っ端から職質するわけにもいかないので。 安倍元首相をカバーできる近い位置で明らかな脅威対象を判断しないのであれば、遠くに配置されていても意味がない、360度、不審人物を警戒するために配置された位置だとしたら、脅威対象を見分けることが難しい状況においては、あまりにも遠い位置で、無意味ではないだろうか。何番の警護でも、道路に飛び出る不審者をより早く見つけられれば、1発目が撃たれるとき、近くに寄れて2発目のときには静止できた可能性がある。 5番目の位置以前に、問題がたくさんあります。目視での確認が360度カバーできていなかったもし目視での確認が発射前ならば防げたかもしれないそもそも道路に不審者が入ってきたことすらも気づかない警備体制が良くなかったのと前方に警備を集中させすぎたことが原因前方に警備が集中しているにもかかわらずその場の全員が前方の警戒しかしていなかったもし声での連携や伏せろ などの警告ができていたら被弾しなかった可能性も一発目の銃撃から状況をすぐに把握することを4人誰もできていなかった連携も取れていなかった銃を持った相手に対しての想定もしていただろうが護衛が誰一人として安倍元首相を1秒で守れる体制に入れる距離にいなかった爆発音に緊急事態性を警備が感じないのがおかしいほど一発目の発砲音後の対応が悪い 1一発目の音が鳴ったときに安倍元首相のもとに1人でも身をかがむように指示するべきであったし、そういう訓練をしておくべきだった。何の爆発音でも破裂音でも叫び声でさえも緊急事態と判断しないと警護対象は守れないが、明らかに後方で予期せぬことが起こったにもかかわらず、何が起こったにせよ、警護対象に近づかなかったのは意識や訓練不足といえる。犯人人に対して人数をかけたのは良いが、 確保している相手に対して大勢で向かっていって、別の脅威があった場合を想定していなかった。カメラを向けて犯人が確保されている状況を撮影しようとした人を容易に近づけさせてしまっていたので、複数犯にも全く対応できていない警護体制だった。救急車をあらかじめ呼ぶのは無理かもしれないが、AED や医者などは準備できる範囲であると思われるが、それもなかった。ガーーードドレールがバリケード代わりりになっており 近接の脅威に対してはかなり良い警備体制であったしかしそれは前方だけで犯人が確保されてた時前方から犯人の方へ数人駆けつけていたこれは前方を意識して固めていたからであるこのような警備体制はナイフだけを想定した警備体制であったナイフだけの場合でも後ろに誰も気づかなかったので多分刺されていただろう 今回の銃は安倍元首相から20メートルほど離れた場所に止めてあった選挙カーにも弾が当たっていたので飛距離はおよそ30メートルほどあったと思われるつまり残念ながら後方でも前方でも撃たれて死亡する確率は高かったと思われる前方ならより確実に一発目で死亡するような傷を負わされた可能性が高いしかしながら今回は後方からそして一発目を外すというミスを犯しているので前方よりも阻止できる可能性は十分にあった なぜ5番は交通整理をするような位置にいたのか、脅威に対処するには必要ない位置ではないのか、4人で安倍元総理を守る場合、360度カバーする必要があるが、5人目が後方の警戒だった場合は、4人は左右や前方警戒すればいいというのはわかる。その場合、もっと後方のケアができる位置にいなければならないのは確実で、護衛対象の近くを固める以外の配置は、警護の無駄な配置といえる。 不審人物を素早く発見する役割だったのだろうが、特に日本では脅威対象の排除は難しい、その場合、より近い位置で確実に脅威対象の判断をするしかないが、その場合、やはり5番目の位置は遠すぎる。犯人はまた、爆発物を作ろうと試みていたという情報があるので、爆発物や中距離射撃、近距離攻撃を想定して、警護体制を見直し、これからは護衛をしなければならない。 これからは候補者とその支援者が防弾チョッキや防弾バッグなどを持ちながら自分たちの身の安全を確保することや選挙カーにも防弾ガラスが必要かもしれません最も最適な方法は時代の変化とともに街頭での演説が減りオンラインでの演説が主流になることだと思います何より今回不幸中の幸いなのが他の犠牲者を出さなかったことでこの事件を教訓にもう同じような事件が起こらないように願うばかりです。